よろしくお願いします。お願いします。キーも使いながら甘えさせてもらいながらさせてもらってます。周りが今年こんくらいいくんだろうなっていうところを超えられるように、最後シーズン終わる頃に周りの人から変わったなって思ってもらえるように。それでは今日は、滝本投手と加藤幸喜投手に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。2人は高卒2年目の同期入団ということになりますが、普段から仲がいいんですか？まあ、それなりに、それなりに誕生日プレゼントも、はい、渡し合ったりとか。ちなみに去年の誕生日はそれぞれ何を渡したんですか？僕は服と小銭入れ。小銭入れ、服と小銭入れやったと思います。自分はあのサウナグッズとか、はい、あげましたね。ということはサウナが好きなんですか？サウナ毎日入りますね。寮のサウナ毎日入ります。まずはここまでキャンプ、2人ともどうですか？まずは加藤投手から、思ってたより順調やし、去年あかんかったところを修正しながら冬若田部さんとやってきたことがだいぶ出てきたし、しっかり取り組めてるかなと思います。では滝本投手はこのキャンプここまでどうですか？まあ、昨シーズンとはちょっと違ったフォームにチャレンジしてるんで、でも、まあ、やっぱり最初なんで、まあ、つまずきながらも課題とかもすごい明白になってるんで、そうやりたいことがいっぱいあるキャンプにはなってます。お互いのここがすごいというようなところを教えてほしいんですけど。どんな時でも多分マイペースなんで、めっちゃマイペースやと思います。と言われていますが、滝本投手どうですか？もう多分その通りですね。なんか自分のペース崩されたくないんで、自らマイペースにいってるところはありますね。そもそもマイペースなんですけど、はい、っていうのはありますね。さあ、そしてじゃあ加藤投手の、まあ、ここがすごいみたいなところは滝本投手何かありますか？先輩にすごい、アドバイスとか求めれるんですけど、その時結構タメ語とか使えるんですよ。しかもなんかあんま嫌な感じがしないタメ語を先輩に使えるっていうのが、そこはすごいなとか思いながら、はい、ちゃんと褒めてるんですか？あ、褒めても、もうと言われてますがどうですか？一回入れたらもうそこからグイグイと行けるところまで行こうと思って、行き過ぎんようにはしてるんですけど、まあ、ある程度気も使いながら甘えさせてもらいながらさせてもらってます。それぞれ去年より成長したところっていうのを、まあ、自分の成長したポイントを教えてください。多分まっすぐの強さはだいぶ強くなったと思うし、それはキャッチャーの人に受けてもらっててもだいぶ強くなったなって言われると思うし、まあ、変化球はまだもうちょい投げ込んでからやと思うんですけど、まっすぐはだいぶ良くなったんかなって、スピードもですし強さもだいぶ良くなってきたかなと思います。まあ、体の強さは去年1年無傷でやってきたんで、多分一番強化された部分ではあると思うんですけど、試合で出るところでいうとストレートの球質がちょっと前よりも強くなったんじゃないかなとは思ってます。あとは今までカーブスライダーだけだったんですけど、変化球はチェンジアップも練習してて、まあ、そこそこ投げれてるんで、もっと自分のものにできれば、はい、今シーズン使えるんじゃないかと、はい、思います。今年にかける思いを聞かせてください。去年1年やらせてもらって、プロがどんな世界とか、周りの選手一軍の人がどんなレベルとかも直接見れる機会もあったんで、自分が今どの立場でどんぐらいやらなあかんかっていうのも分かっての2年目なんで、
妥協せず甘えず、結果最後シーズン終わる頃に周りの人から変わったなって思ってもらえるように、とりあえず2軍で5試合以上先発で投げれるようにっていうのを今は目指してます。年数関係なく早くアピールをっていう感じですか？そうですね、早ければ早いほど1軍で長く活躍できると思うんで、3年終わったらとりあえず自由契約になるんで、多分今年1年も多分すぐ終わると思うんで、まだあるっていう考え方は多分甘いんで、ここからもっと頑張らんとって感じです。なんか具体的に何試合どうこうとかそういうの立てるの自分あんま好きじゃないんで、目の前の課題とか、まあ、試合とかもうそれしっかり向き合って、その先に2軍があって、で、まあ、1軍に行けてっていう風な考え方なので、あんま目標とか設定せずに前だけ向いて、周りが今年こんくらい行くんだろうなっていうところを超えられるように毎日一歩ずつ頑張れればなと思います。ここもマイペースに、はい、前だけ見て頑張りたいです。では2年目のシーズン最高の1年にしてください。はい、ありがとうございます。加藤投手、滝本投手でした。ありがとうございました。